うちの名前、ラビリス。ラビリス。あなた、まさか。ええ。私は対シャドウ特別制圧兵装七式、アイギス。ちょうど、あなたの後継機に当たります。捕まえに来たんだ。でもそうはさせない。私、自由になるの。もうあそこはうんざりなのよ。そうでしょ。私、霧城に再び捕まるくらいなら。霧城捕まる。うちは人間やなかったん？私は捕まったりしない。自由を手に入れてみせる。先輩、このままでいいの？リセ、サンキュー。私、ここからサポートするから、頑張って。来たわね。これは？グランプリは続いてる。私を捕まえたければせいぜい戦い合うといい。ちょ、待って。あの、捕まえに来たってマジなんすか？あなたはキャプテン・ルサンチマン、花村陽介さんですね。こちらの世界にいる人間、この騒動に関連する PV を拝見したであります。そうっすか。本来なら避難をお勧めしたいのですが、このままでは双方出られない。私は彼女を追いかけねばなりません。奇遇っすね。俺もです。ですが、あなたには関わりのないことでは。俺、あの子を傷つけたんです。あの子を、俺を頼ってくれた。なのに俺は跳ねつけた。
だから謝りに行かねえと。私には説明の義務があるようです。すべてをお話しすることは許可されていませんが。テレビの外にもシャドウがいるなんて。我々もテレビがこんな空間につながっているとは想定もしていませんでした。そりゃそうか。お互いびっくりってとこっすね。聞かせてください。ラビリスは捕まったらどうなるんすか？お答えできません。質問が以上なら戦闘を開始します。あまり時間がないですので、どうか抵抗しないでください。痛みもなく一瞬で終わりにできますから。ねえ、怖えな。けどやっぱ引けない。本当に戦うんですか？兵器であるこの私と。僭越ながら勝ち目は。俺こう見えて男の子っすから、泣いてる子は守んねえと。でしょ？わかりました。その覚悟、しかと受け取りました。では、行きます。ラウンドファイナル。ファイト。表情拡大。表情拡大。表情拡大。お見事です。まさか私が負けるなんて。でもこの方が良かったのかもしれません。え？あなたは彼女のことを思ってくれています。兵器であると知ってもなお、同じ機械の私が共感を示すよりずっとすごいことです。私たちにとってその心はとても温かく、かけがえのないもの。私も昔、様々な人と出会って答えを得たんです。姉さんにそのことを伝えようと思っていました。そっか、姉さんなんすね。でも、それはあなたから言ってあげてください。
その答えを俺が持ってるかわかんねえけど。けど俺、あの子に知ってほしいことがあるんすよ。うまく伝わるかわかんねえけど。俺が辛かった時には、中身は、ね、中身超普通そこスルーでしょ。がっかり王子、納得しました。なんてそれ知ってんすか。情報は常にアップデートされるものであります。今こうしていてもあなたの情報がサーバーから。趣味はポリバケツをかぶることなんですね。なるほどな。なんすかその偏った情報。つかそのサーバーって何なんすか。そのような趣味があるとは。人間の可能性は無限大であります。だから違っ。先輩聞こえる。聞こえる。ラビリスの気配終えるか。放送室にまた向かってきた。やばいから私逃げるね。姉さんをお願いします。俺、アイギスさんは会長を捕まえてどっかに閉じ込めたりすんのかと思ってました。シャドウがまた捕まりたくないとか自由になりたいって言ってたんで。けどアイギスさんなら違う。本当の意味でいいことを考えてくれるって俺は思う。俺、会長を、ラビリスを必ず連れてきます。アイギスさんのところに。花村さん、ありがとうございます。ああ、花村くんやないの。どないしはったん？まだ授業中やで。違うだろ。ここはテレビの中だし、君は会長じゃない。何言うてはるん？うちは生徒会の用事で放送を流しに来たんよ。ラビリス。それが君の名前だ。分かってんだろ。帰ろう。こんな偽物の世界やめようぜ。なんでそないなこと言うん。うちはここにいたいね。ここしかないや。うちは帰らへん。ここにずっと。ごめんな。後で何回でも謝るから。今は君を全力で止める。
忘れてどうなんだよ。見ないふりして自分をごまかして、それを自分でも分かってるなら辛いだけじゃねえか。あんたには分からへん。うちの気持ちなんか誰にも。そうよ、分かりっこない。シャドウ、やっぱり近くにいやがったんだな。当たり前じゃない、だって私だもの。どうなってんだ。そいつは今はまだ必要なの。私が私になるために。忘れることが唯一の逃げ道だったのにね。それも奪われたかわいそうな私。やっぱり分かってもらえないね。同じ目に合わせたのにね。同じ目？辛かったよね、悲しかったよね。あの子たちを壊すの嫌だったよね。あいつは友達と戦ったのに、私みたいに絶望しなかった。そうだよ、あいつは一人じゃなかった。私とは全然違う。人でもない。ただの機械でもない。私はどこにも属せず一人っきり。そう。私もあんたも誰にも分かってもらえないのよ！やめて！うちは一人なんかやない！じゃあ誰がいるの？全部壊したのに、私自身の手で。違う、それはあんたや、うちやない。うちはあんたやない。これで私は自由、誰にも捕まえられない自由の身だわ。
いいんだ。それで自分を受け入れるっつうのはすげえ難しい。俺ができたのはただ仲間がそばにいたからだ。一人だったら絶対無理だった。今はここに俺がいる。アイギスさんだっている。向き合えるように手伝ってやっからさ。必ず助けてやる。俺らの助けるは中途半端な気持ちじゃねえんだ。ラウンドファイナル。ファイナル。せよ。後切り。後ろだぜ。せよ。神だ。シャドウまで出して平気やのにまるであかん。もううちなんか壊れた方がええんや。あのさ、俺好きだった人がいるんだ。でもその人殺されちまったんだよ。辛かったし悲しかった、悔しかった。もういないことが信じられなくて忘れようともした。こんな気持ち誰にも分かってもらえねえと思った。だってみんなは俺じゃないから。俺しか俺の気持ちはわかんねえ。そう思ってた。諦めてた。けどさ、そうじゃねえんだよ。同じ経験なんかしなくたって分かり合えんだ。今じゃ大事な仲間もできた。仲間？俺が強いとしたら仲間がいるからだ。負けらんねえ時に思い出す顔があるからだよ。せやね。うちにはおらへんよ。いるはずだ。誰だって大事な人が。思い出してみろって。そっか、俺らじゃダメか。仲間。なんで？うち人とちゃうよ。それがなんだっつーの。俺の仲間にはシャドウだっていいんだぜ。ほら、ナイト気取りだったクマいいんだろ。あいつなんか元はシャドウだったんだぜ。それに
アイギスさんだっているじゃんか。あの人もお前のことを心配してたぜ。それほんま？って出しっぱなしで恥ずかしいんですけど。ほんま、かなわんな。うちは、一人とちゃう。ああ、ちゃんとついてる。みんなに分かってほしかった。あんたの言うてた気持ちはうちも同じ。ごめんな、ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。うちなんやね。じゃ、行くか。俺らの仲間のとこへ。私なんか最初で負けたからな。もうちょっと戦いたかったかも。私は知恵と戦わなくて済んでよかったな。花村くんだったから心も痛まないっていうか。痛んでいいよ。まあまあ、愛されてるってことじゃん。その考えポジティブすぎんだろ。またやりましょうや。たまにペルソナ出しとかないと体に悪いっすよ。普通出せませんから。じゃあじゃあ、クマが本当のグランプリ開催するクマ、その名も第1回クマとのデート権争奪グランプリ。出場者ゼロだね。ひどい。うち出てもええかな。やめろ。やめなさい。じゃあ俺が出るっす。じゃあ俺も。え、じゃあ俺も。どうぞどうぞどうぞ。やっぱりな。
よっしゃ、じゃあみんなで帰ろうぜ。無事解決したんですね。もう解決か。少し物足りんくらいだったな。解決したのにそう言うな、アキヒコ。花村君だったね。ラビリス回収に力を貸してくれて感謝する。回収って言い方やめませんか。そうだな、君の言う通りだ。すまなかった。私は霧城満、ラビリスに関する責任者といったところだ。うち、壊されたりせえへんの？ああ、君は何も悪くない。詫びなければならないのは、むしろ私だ。そんなん変です。うち、封印されても仕方ないって思ったんで。友達できたからもうええかなって。ラビリス、嘘みたいや。こないなこと、これも全部花村くんのおか。ラビリス、まだ終わりじゃないよ。これは我々の通信システムと同じ仕様。全員ラビリスから離れろ。まだ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやるんです。さあ皆さん楽しませてくださいよ。どうしちまったんだよラビリス。くっそ、ここまで来てなんで戦わなきゃなんないんだ。くっそ、ダンジョーの命切り。
てないな。そこか。すいません。我慢して。どうしな。遅いよ。やっないな。ダン、のじ切り。やっぱ遅いよ。グレイブジャンパー。それ必死。これで決める。とどめだ。ベルー決まったぜ。おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし、まあ、さっきだし、こんなものか。てめえ、何者だ。ああ、そうだね。もうデータは十分だ。お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ダビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。ご明察、ダビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ダビリスのペルソナは中途半端な学生だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。てめえのためにラビリスを利用したってわけか。ふざけんな。ラビリスがどんだけ辛かったか。心ね。いや、すっぽいな。僕の目的にそんなことは関係ないよ。てめえ。それじゃ、諸君、また会おうじゃないか。敵は我々にゆかりのある人物のようだ。君たちはもうこの事件に関わるな。ここから先は任せてもらう。はあ？手を引けとか言うつもりすか？気持ちはわかるが、あまりに危険だ。君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。どうか我々を信じて任せてほしい。信じよう。みんな。え？お前、マジで言ってんのかよ。陽介、お前もう立ってるのがやっとだろ。けど。帰ろう、陽介。分かってもらえたようで。ありがたい。君たちに危害は及ばないようにする。安心してほしい。すみません、花村さん。
誰だ、朝っぱらから。もしもし。え？遅い。もうラビリスさんたち出ちまうところだったっすよ。間に合ったか。よかった、最後に会えて。あれ、俺、携帯教えたっけ？一般人の携帯番号の入手は朝飯前であります。怖っ、例のサーバー。霧城グループ、恐るべし。うちがわがまま言うたんよ。もう一度ちゃんとお別れが言いたいって思って。でも、これからどうすんだ？研究所ってとこに戻るとか？ううん、ミツルさんらと一緒に働くことにしたんよ。うちを利用して、花村くんらを陥れようとした犯人を絶対捕まえたりたいから。さっき、越されちまったな。何のこと？こっちの話ちゃんと決めたらさ、ラビリスも聞いてくれよ。意味わからんけど聞かせてな。ただの握手より、どうせなら結局行こうぜ。来ない？そうそう。みんな、おおきに。花村くん、忘れへんから。うち、頑張る。みんなの仲間やから早く乾杯しようぜ。俺休憩30分しかねえんだから。え、バイト中なんすか？ゴールデンウィークにそう何日も休めねえの。クマ、一昨日のは無断欠勤だから覚悟しろよ。よよよ、クマのせいじゃないのに。おじい、悪魔、おたんこナース。あ、ナースといえば。言わなくていい。じゃあ、改めまして、おかえりー。
おかえりなさい。ハイボール。おはん、おはん、うん。君たち、注目。集まった趣旨の発表をいたしますよ。趣旨？歓迎会じゃないの？昨日の事件、みんな納得してないだろう。それは当然そうだけど。俺たち独自で調べていかねえか。それって…ああ、特別捜査隊、再結成だ。おお、そりゃ燃えるっすね。ちょっと待ってください。霧城グループに任せるんじゃなかったんですか？任せるなんて、俺たち言ったっけ？あ、そうかも。実は相棒が言い出したんだよ。ま、俺も同じ気持ちだったけどな。さすが先生。へりくつじゃないですか。ナオトは反対なのか？そんなわけないじゃないですか。だよな。よっしゃ、じゃあ絶対犯人見つけてやろうぜ。おう！じゃあ働いてきます。ほら行くぞ。クマ。クマって誰？そんな美少年知らない。クマ。おお、いい度胸だ。地獄のシフトを組んでほしいと。ギャース！ヤクマ！でも休むクマ！ナダちゃんと遊ぶクマ！今度こそ遊び倒してやるっつーの。